い、ともども、はい、ともども、それがし、竹木翔で、昨日の動画でさ、机焦げちゃって、手紙も焦げちゃって、リスナーさんの、昨日の動画、まだ見てない方は、下にリンク貼ってるんで、もしよかったら先に見てください。それで手紙が焦げちゃって、リスナーさんに謝罪のために、僕電話したんですよ。ごめんね、今回撮影協力してもらって、っていう話をしてたら、なんかすごい、クイクイ、来る感じの子で、家に行きたいです、とか、オフパコが、みたいな、感じのね、直接的には言えへんけど、まあ、そんな感じだったんで、今回この子 JK 代表として、そういうことはいけないんだぞという注意をしていきたいと思います。やっぱりね、言ったら分かってくれると思うんで、寝るの早っ。すいません、非通知からかけさせてもらっております。いつか教えてもらえると信じてる。いつか教えてもらえると。今日も探し回ったんですけど、見つからなくて。探し回った？はい、竹明さんの家を。今日聞きたいのは、最近の JK 事情だったりとか、竹明に対する思いとかっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。はい、なんか、今も言ったけど、すごい家を探し回ってって言ってたな。はい、はい。探す方法は？もう心霊の動画みたいなの上げてたじゃないですか。自分の竹明さんの家が事故物件かどうかっていう。それでもうツイッターで必死に竹明住所みたいなのに検索をかけて、もう動画をめっちゃ見て見つかったんですよ。すごいな。はい、もう夜中5時までかかりました昨日。それさ、もし、はい、もし見つけたらどうするの？でも会うのはちょっと怖いんです。怒られるかなとか通報されたら怖いなみたいな、会うのはちょっと怖いんで、玄関に鍵をかけようと思ってちょっとなんか風邪ひいたりしてはったんで、鍵を買ったろうと思って買って、で自分の思う場所に行ったんですよ。ここやろうと思って、はい、全然違う場所で、もうなんか2時間ぐらい歩いたのに全然たどり着かなくて、気持ちはすごく嬉しい。そうやって画面越しに俺のこと見て、そうやって体とかも気遣ってくれてすごい嬉しいけど、ただの一般人なわけよ、言うたら。そう、そうですよね。そう、そういうのも、なのな、勝手に行くのって多分危ないと思うし、画面、そう、画面上で俺が見してる姿と、実際にやった姿って違うかもしれへんし。いや、全然どうこうなると思ってるんですけど、なんか、母性本能というか。母性本能何歳ですか？俺がすごい悪い大人やったら襲っちゃうかもしれない。悪い大人でも全然受け入れると思いますよ。いやいや、そういうことじゃなくて、そのね、急にバーって手引っ張って襲っちゃうとかっていうその可能性もあるじゃないですか。それは多分身の危険なんで。誰かが受け入れるんですよ。多分そんなされても多分嫌ってならないと思います。ダメだよ。そうダメなんですけど、竹焼きさんやから、そもうあんまよくばなってくれって思ってる人も多いかもしれない。つまり、はい。オフパコをピンポーンって押したらもうガチャ、もう引きずり込まれて家にそのまま止まるみたいな、結構妄想してる人多いと思いますよ。 YouTuber とはいえど、ただの本当に一般人、普通のその辺の人と変わらない人間ですから、竹内さんにも選ぶ権利ありますね。いや、そういうことじゃなくて、でもそこの節度はやっぱわきまえたいというか、はい、そうですよね。そう、気持ちはすごくでも嬉しいけど、危ない目に遭っちゃいかんから、私竹明翔はそういうイベントだったりをね、はい、するので、そういうとこに会いに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、もう行きます。マジで？お前覚えてないですか？何を？この前行ったあ、なんかね、この子、はい、あれですよね、前僕が動画に出してた、はい、100人にエッチさせてくれ、まあ、そんなことやってる俺も俺やけど、実は男やったとかでちょっと引きます。いや、でも俺にとっちゃもうね、大事な大事なファンなんで変わらないです。なるほどなるほど。そこはで、そんなことしちゃもうダメだよ。はいはい、偉い。これなんかオフパコ欲しいみたいな動画ですか？そういうことですね。あ、そうなんですか。 YouTube のリスナーって中高生が多いイコール、やっぱりそんな辺の判別がつかない子が多いんで、悪気がないっていうのはもちろん分かってます。なのできちんとこうやって説明したらね、分かってくれるんで、ピーコちゃん、すごいいい子でした。なんか迷惑やって言われたらちょっと気づいていかんかもしれない。竹明さんめっちゃ優しいんで、なんか行ってもなんか賞味入れてくれるやろみたいな。
そう思っちゃうじゃん。迷惑だぞ。はい、すいませんね。まあじゃあとりあえずここで動画は終わります。はい、ごめんね、なんか手伝ってもらって。いや全然全然、また明日もかかってくると信じます。バカ。